ホールフードの例。ホールフードは食べられる前の加工や生成を行わないか可能な限り抑えた植物性食品のことである。ホールフードの例として全粒穀物、芋、糖果、果実、野菜などが挙げられる。転じて、自然食品という意味で用いられることもある。ダイエット業界ではこの後の要例について特に動物性食品の取り扱いに関して変化が生じている。 ホールフードダイエットという語は、植物性食品主体ダイエットという意味と同義となり、植物性食品を主体としながらも、動物性食品や脂肪、塩などのもともとはホールフードに含まれていない食品を合わせたダイエット法を示すようになっている。脱工業化社会における、この用語の初出は1946年のことであり、それは有機農業のパイオニアで作家の フランク・ニューマン・ターナーが自身の農場で編集出版していた機関紙のザ・ファーマーでのことであった。この雑誌はニューマン・ターナーを社長にデレック・ランダルを副社長としたプロデューサー・コンシューマー・オールフード・ソサエティ株式会社を講演していた。ありがとうございます。